次に櫻井秀君い櫻井君会長ありがとうございます憲法審査会で初めて発言させていただきます立憲民主党の櫻井秀です <laughs> 本日の議題、まあ、こ審議機会を確保するということについて、議論が進んでいるという状況です。特に憲法56条等にあります、出席の意味するところ、オンライン出席認められるかどうか、こういうことが議論になっているわけでして、この点について、まず私から必要性と許容性の観点から申し上げたいと思います。 まず必要性についてでございますが、感染症対策という観点からは、この感染症が大規模に蔓延した場合、濃厚接触者となった議員が出席したい、また無症状であるけれども、感染している議員が審議に参加したい、こういったことを可能にするためのオンラインでの出席、これは認める必要性があるんではなかろうかと、このように考えます。また、地方議員の超党派の議員連盟である子育て議員連盟、 ローカルマニフェスト議員連盟からも、本会議における、地方議会の本会議におけるオンラインでの出席を認められるよう要請を受けているところです、これ、各党に回られているというふうにお聞きをお呼びしております。総務省が示した見解によれば、地方自治体の議会において、委員会においては、オンライン出席が認められるけれども、終極的な議決である本会議については、オンラインでは出席が認められない、そのように示されているということで、この点を、 あ改めていただきたいえこういう要請でございました。まあ、今日的な課題を踏まえて、まあ、各所でオンライン出席の必要性は高まっているというふうに認識をしております。 一方で、許容性の方でございますが、日本国憲法制定時にはテレビも普及していない時代でありまして、オンライン出席という概念はなかっただろうというふうに考えます。憲法上、ある種、解釈の空白があるというふうにも考えられるところでございまして、だからこそ本日もこの物理的出席と。 それから機能的出席、えこうしたことが論点になっているというふうに承知をしております。まあ、先ほど法制局長のお話あったとおり、憲法上の出席の概念に機能的出席を含めておいた、私も考えております。ただし、このまどういった場合に許容されるのかということについてはしっかりとこの憲法審査会で議論していかなければいけないと考えております。すでにま他の委員の皆様から数々の論点示されておりますので、また。 私の方から1点、えーまあ、オンライン出席の、えー、オンラインでの出席者が不利益を被らないような、まあ 丁寧な議事運営ここれも必要だろううととといいいを申し上げたいと思います、まあ、突然、まあ、審議を打ち切って強行採決するというような荒っぽい議事運営がされてしまいますと、まあ、オンラインでの出席者はも,もはや蚊、ま、帳、あの外という状況になってしまいます。したがって、まあ、オンライン出席がなされているときには、まあ、より丁寧な議事運営が担保されるということも必要だと考えます。 もちろんこれは丁寧な議事運営というのは、オフラインといいますか、物理的出席の場合であっても必要なことではありますが、これまで強行採決が行われるような事例もあったところで、あえて申し上げるところです。衆議院の規則の改正については、憲法審査会で、憲法で認められるオンライン出席の範囲というのを示した上えで、議員運営委員会でしっかりと議論されるべきものというふうに承知をしております。 あともう一点この審議機会の確保という観点についてまあ、これまで重大な問題ございましたまあ、憲法53条でございますまあ、臨時国会の招集ということで昨年も我々まあ 昨年7月に臨時国会招集要求いたしましたまたさらに5年前、2017年の6月にも、憲法53条に基づく臨時国会の召集あったにもかかわらず、まあ、臨時国会召集されず、国会での審議が行われなかった、審議機会が確保できなかったということで、これ、重大な憲法違反だというふうに考えます。まあ、このことについて、本日は、えー、と橘局長にも来ていただいているので、ちょっと一つ質問させていただきたいと思います。 憲法審査会というのは、憲法違反をはじめとする問題が生じていないかどうかを調査する、調査審議するための会議でもあるというふうに理解しておりますが、そのような理解でよろしいでしょうか、つまり我々国会議員は、憲法99条で規定されている憲法尊重擁護義務があるわけでございますが、憲法違反問題があると認識する場合には、憲法審査会での調査審議を求めるべき 憲法53条違反問題についても、憲法審査会で調査・審議すべき、国会法102条の6の規定はそのように返すべきというふうに考えるところでございますが、立花局長のご見解をお示しいただければ幸いですす以上で私の発言を終わらせていいただきまま局長ご答弁願います。 失礼いたしますあの会長のご後輩で椅子が用意されましたので、ちょっと座って、はいえー、櫻井先生、ご質問ありがとうございます。えー、先生ご指摘のように、えー、憲法審査会の所掌事務は、国会法102条の6において、日本国憲法およびけ日本国憲法に密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査すること、そして、えー、憲法にかかる改正の発議をすること。 また国民投票法案を審査すること、このように規定されています。その最初の広範かつ総合的な調査は、現行憲法がその趣旨どおりに履行されているか、また足りないところはないかということですから、先生ご指摘の点は、憲法審査会の所掌事務の中にまさしく入ると存じます。その中で、どのようなテーマを、えー、議論されるかについては、まさしく先生方がお決めになって、 えー、行かれることというふうに存じます、以上です。はいえー、次に吉田信弘